さて、こちらを本日また続けていきましょう。まあジャムーカはもう闘技場を制覇していますので、闘技場で経験値を稼ぐっていうのはできないですので、まあホリンをクラスチェンジする方を優先、あ、そうかじゃねえ。ホリンを闘技場に一回持ってって、それで経験値を渡すっていう方がいいわ。しかし聖戦の系譜って、基本的にヒットポイントが他の 1M シリーズよりも高めに設定されてんだよな。まあ、もともとの雑魚キャラの攻撃力も相当高いから、そうせざるを得なかったっていうんだろうとは思うけど。他のシリーズのファイアエムブレムだとヒットポイントがもう40とかに行くレベルの分はクラスチェンジしてしたあとぐらいのヒットポイントですらレベル20でクラスチェンジさせて、それで行った場合でも平均38とかっていう風なのが紋章の謎とかだったらそういうレベルでしたし、あとはキラー棒しか持ってないから逆に必殺出さないことを祈るだけ。もう一回行くの、こういうのがあるから怖いんだよな。しかもこれの中でどれか必殺やってたらもう終わってた。
瞬マジックリングが周りジリングに見えてしまった。月光剣発動すりゃあまり負けるようなホリンじゃないと思いたいけど、負けた。こういう風に2回ぐらいでやめてくれりゃな。こういうレベル上げで時間食うけれども、そこでほぼ全員のレベルをレベルというかクラスチェンジさせたら、あとはめちゃくちゃ早いからな。特に最初ら辺でやったらもう、これがあるから怖いんだよな、ほんと。もう正直ジャムか、ここら辺の雑魚敵、次から出てくる雑魚敵を倒しまくっても十分やれることはやれるんですけどね。全然上がりません。
ビアドラレベル30ぐ、うん、レベルマックスにしたら闘技場少しでもクリアできるかな。まあヒットポイントだけがどん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 上がっていってるけど、まあ必殺出してもいいからとにかくとどめだけは刺すな。追撃に連続に突撃だからな、本当にもう連続攻撃の宝庫だもん。踊りが見えません。マップだとこうなります。もうジャムか雑魚敵の方で行くか。いやもうここまで来たらクラスチェンジまで粘ってやる。ちなみに今のはどっちの光だ。これが月光剣の光り方です。ってことはやっぱりさっきの大盾だったか。
ちなみにこのあの聖戦の系譜、自分が初めてクリアしたファイアエムブレムでもあります。ので結構思い入れあるんですよね。思い入れありますし、おそらく自分聖戦の系譜のアンソロジー出ているやつで読んでないやつは一つもないです。おそらく出ているやつは全部読んでます。キルとヒットポイントは回答技場へ行かしてみるか。正直ホリンのあのレベルで闘技場を制覇できないはずがないと思うんだけどな。7には苦戦するかもしれないけれども、レベル6までは多分大丈夫だと思うんだけど。まで好きな幼女だからまだ無理だろうな。大盾発動してくれるとジャムカの必殺攻撃も完全に防いでくれるから、ある意味ありがたい。
月光剣発動。で、こっから先はもう完全に。あとはこの月光剣の発動回数にもよる。ナイス。月光剣は発動したらもう完全に大盾以外で命中しないってことはありませんから、発動した時点で 100% 当たるっていうのは確定します。パチンコじゃないけどね。パチンコだったらあのなんか法律上 100% 当たる演出っていうのを作っちゃいけないということらしいですので、実際プレミア出たからって 100% 当たりっていうのはできないそうです。でもいつかは見てみたいサムのハズレっていうやつを。闘技場のボーナス経験値はここまでだから、あとはホリンを。ちなみにディアドラの初期クラスはシャーマンですけれども、ディアドラとクラスチェンジできません。まあゲームシステム上やろうっていうところまで行ってまあ行こうとする者がいないってところでそういう設定になっちゃったんだろうかなとも思いますけど。どうせ3章の途中でいなくなるキャラだからクラスチェンジさせなくてもいいやっていう風な考えを持つ人が多かったんですかね。
ットポイントしか上がらねえ。シルビアとアレク、シルビアオンステージをアレクオンリーでやりまくった結果、少しでも気にしてるといいんだけど。しかし最近いじめのニュースっての、まあ先生がせんだっていじめやっていりゃ生徒もそれを見習うわけですわな。今日もまた金持ってこないと遊ばないっていう風な、いじめをしていた子供がいたっすけれども、あれ恐喝以外の何者でもないですよね。恐喝についでカツアゲ、教師が教師をいじめてりゃ子供もそれをやるわけですよ。これじゃいじめはなくなりません。でもああいうのって周りがやめろって言うから逆にやるっていう天の弱のやつはいねえのかな。そしたらやれやれどんどんやっちまえっていう風に言ってて逆にやねえのかなそういった人が逆に狂ってるっていう風に言われたりして、いやいや終わらせちまったい。ちょっとまだまだー
まあ結構ターン使ったと思ったけれども、そんなに立ってなかったんだな。もうてっきり300ぐらいやってっかと思ってたけど。結構上がったな。ディアドラレベルマックス。ホリンもあと2回の攻撃でクラスチェンジができる。じゃあホリンをクラスチェンジさせてディアドラレベルマックスの状態で闘技場どこまでクリアできるか試してみて、本日はそこまでとしておきたいと思います。
じゃあ、ホリンもクラスチェンジ OK のマークができます。ちなみにディアドラにはついてません。で、ついでにディアドラも下に下げていきましょう。なぜかといえば、あと回復が1回しかできないからです。さて、ディアドラのレベルマックスはどこまで闘技場を進めることができるかな。さ、ディアドラをこっちに持ってって、一発落とし。命中率じゃ6までが限界だな。とてもじゃないけれどもあいつには勝てない。フォーレストには。92を外す。そんなことを起こしてくれるもんなのかよ。うわ、84避けてくれた。まあ正直こいつには楽勝だ。27に対して防御が25だもんな。しかも 74% の命中率だし、相手も
まあ勝負してみるかフォーレスト。もう勝てる気しない。でもディアドラで6までここ6まで勝てたのって初めてじゃねえか。そうか、サークレットで回復するんだった。じゃあちょっと、もうエリートリングはいらないから。じゃあちょっと本日はここまでとしておきたいと思います。まあ正直このショーでディアドラがあそこまで闘技場進んでくれるとは正直思ってなかったっす。じゃあとりあえずここまでにしておきたいと思います。それでは失礼します。